次はこの2つのパターンをやっていきます。こう4つのブロックプラス、斜めに黄色の向きが揃っているパターンです。これの2つの違いは、横が揃っているか揃ってないか、こちらも揃っているか揃ってないかという違いがあります。そして、まあ、これはですね、ワイパームの手順をすると直すことができます。このワイパームを使う手順をしていきます。回していくと、まず F R U プライム R プライムで U プライム R U R プライム F プライム、ここで揃えます。もう一度回していくと F R U プライム R プライム U プライムR, U, R プライム、F プライム。次のこの左のキューブの横が揃っていない手順ですが、これはスレッジハンマーというのを使います。実際にやっていくと、まずこれを U2 して奥にセットします。先ほどはこの手前だったんですが、これを奥にセットすると左奥にセットします。この状態でまずR, R, U2 で逃がします。で、そして、スレッジハンマーをするために一回 R プライムで下げてから、さらに R プライム、F, R, F プライム。で、これを回収するために R, U2、R プライム。これで揃えることができます。もう一度回していくと、まずこれを奥に移動させます。そして、R、U2 で、R2 プライム、F、R、F プライム、R、U2、R プライム。これで揃えます。